はい、こんばんは。今日はまた日沼に来ています。もう夜暗くなってしまったんですけど、ちょっとねボラが入ってきてるような感じでして、シーバスをね釣っていきたいんですけど、まあこれからねもう少し時間が経つにつれてねシーバスも入ってくるんじゃないかなっていうふうに考えています。今日はまたドラマを起こしたいと思います。それでは記念の1投目からいきましょう。あ、やってますね。いきます。ラインも巻き替えたんでいい感じだというふうに思っています。シーバスちょっと入ってきてるかもしれないね。9時ぐらいじゃない。この前マジ風強すぎなかった。よっしゃ来た。うわ引く。来ました。でかい。うわなんだこれ。魚だよな。だって走った。で今走んない。あ、魚だ魚。重い。でかいぞ。シーバスだったら左に走ってる。あ、シーバスだ。やばい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 、そっち行くな。やばい、どうしよう。あ、あ、切れた。あー、いや、ルアーの根元。うーわー、今そこの木あんじゃん、竹、そこに巻かれちった。はい、ルアーを変えました。俺としたことがね、さっきのラインブレイクです。まさかの。かなりいい方だったと思うんですけど、やっちゃいましたね。ただ巻きよりちょっと遅めのスローで巻いててガツンと入ったんですけどね、左の方に寄られて、でこの目の前に立ち木、竹の棒があるんですけど、そこに巻かれて背びれあたりに切られたような感じですかね。いやー悔しい。引き続き狙ってきます。ルアーはねボラを意識したサーフェスミノ。釣り始めて1時間ぐらいになりましたが、最初ちょっとシーバスがかかっただけで、来ません。前回と比較してもかなりね水面が静かです。前回はかなりボラがいたのにね、今日は所々でやってるぐらいでいまいちです。はい、この後ですね、結局、釣れずにね、終わってしまいました。で今この画像に映っているのは、中川大洗の、茨城県大洗の中川の河口の橋脚の下で、釣りをしたんですが、まあ、結局こちらもね全くバイトというバイトがなく、終わってしまいました。まあ台風が来ていた、台風が来ている影響、そして最近結構雨が降ったり雷雨の影響でね、雨が降っていまして、でそれで水量も増えていたっていうのがあります。でまあそういうのが原因したのかわからないんですが、稲っこベイトの量も少なく、シーバスがこう活性高く、捕食しているっていう感じではありませんでした。まあ非常にね、残念な結果にはなってしまったんですが、
一本一本を大事にね、これからもシーバスを狙っていきたいと思います。バス釣りにはない魅力がね、シーバス釣りにはあると思うので、これからもね、ランカー、爬虫サイズを目指して、頑張って釣っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。